キリスト教を学んでまいりました。そのキリスト教の精神に基づいた学校を作りたいというんですけれども、当時はなかなかキリスト教をなかなか受け入れていただけなくて、そんな中唯一私の熱意に応えていただいたのはこの八重さんの兄山本角馬さんです。角馬さんの協力を得てなんとかこの同志社 A 学校を設立することができたんです。皆さん、いや素晴らしい方ですね。皆様、あの頃の苦労は一言では語り得ぬことでした。当時の京都は神学仏教の都市、しかし新島城君が海外から持ち込んだ自由な思想、学びたいという気持ちを高く持った同志社 A 学校、今回同志社 A 学校の方々がこちら皆様から見て左手奥にずっと進んでいたところで12時から4時まで計5回八重の誕生の生い立ち、そして会津戊辰戦争同志社、そして私角馬についても触れてくださるトークショーを行ってくださいます。はい、お時間ございましたらぜひとも足を運びください、はい、ぜひ行ってください。の来年の大河ドラマを見るためにはやっぱり八重さんを知らなきゃならないってね、うん、そうですよ、八重さんを知って大河ドラマを見るとより一層ドラマが面白く感じられると思います、はい、ドラマといえばなんかもっと詳しく情報をいただきたいですかね。ドラマ、そうですよ、お、ました。ドラマといえば、はい、来年放送されます NHK 大河ドラマ八重の桜がなんとね福島県が舞台で、皆様ありがとうございます。そしてさらに嬉しいお知らせがあります、はい、会津若松市にドラマと合わせましてドラマ館が1月12日にオープンいたします。そうなんです。こちらドラマ館では、はい、大河ドラマの衣装や小道具、それから山本家の射撃練習場、角馬というんですけれども、この射撃練習場も再現されておりますので、はい、またそうです、ね、銃が撃てるかしらね、はい、もう私も早く銃が撃ちたくてもううずうずしてますので、そのね射撃場で私も銃の練習を再度させていただこうかと思います。ぜひとも皆様、その八重の時代、生きた時代を再現する作りになっておりますので、ぜひとも皆様、八重が生きた時代を存分に味わっていただきたいと思います。皆様ぜひ会津に足を運びください、はい、お待ちしております。お待ちしております。